ゃいったらわかるんだ。もっと弾けろ。おい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 、大変さが、声優の大変さが、お前らディレクターに。何やるか。行くぞ。やめた。いいか、今から俺が手本を見せてやる。ちゃんと聞いとけよ。ケオ、ケオ、ケとも思わな。いいやつだ。にはケカ、ケカで言うよ。ダメだ。べっかいいな、ぶっ飛んでこうじゃない。ふわって、ぼんばって、ゴーゴー、トリッキースタイル。早くならせよ。こんな時代だぜ、俺たちは止められない。ケモン、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 ビンビンマンチョレ、ガンガンイタケ、バンバンキュンドラ、ウェザワイルドチャレンジ。スタンダー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 。ギャグ漫画はやっぱり分かりやすいのが一番なんで、もう何を言ってても面白いっていうのがね一番大事なことなんで、このゴーゴーは、意味分からなくても面白いことを言うっていうことを大事にしてるんで、その辺がやっぱり人気なんじゃないですかね。誰にでも分かりやすいですもんね。いや、まあいつも同じなんですけど、その人の気持ちになって、まあ自分のやる役の、バックボーンちゃんと作り上げてからっていうのがね僕らの仕事なんで、この人は小学校の時何やってたんだろう、そして今に至るのは何なんだろうみたいなね、それをドンパッチに置き換えて、ドンパッチは小さい頃何をやってたんだろうとかを考えながら、その育ってきた生活のね段階を踏まえての役作りですね。ちなみに小さい頃何でしょ。ドンパチですか。ドンパチはあの赤ん坊でしたね。どんな赤ん坊ですか。あ、もう元気のいい。あー、もうこれは本当願ったりかなったりで、まあ、あのジャンプをずっと読んでたので、あのボーボコドンパチが出てきて、あ、ドンパチはこれはもうやりがいがあるだろうな、もしアニメになることはないだろうけど、アニメになったとしたら楽しい役だろうなと思ってましたから、もうオーディションが来た時にね、あの、ま、声の感じでどう言われるかわからないですけど、その思いっきりネタをやろうと思って頑張ってネタをやりました。全てにわたってギャグをやっても失敗しても何をやってもやっぱ可愛く映るっていうね、僕の声も相まって、うん、そしていろんな役ができるじゃないですか、ドンパチってね、何役にでもなれるでしょ。あれとかやっぱりあのフレキシブルでいいですね。こんにちは、ドンパチ役の大坂まさえです。はじめまして。もう皆さんもね本当に毎回ね、あのテレビを見ていただいて、それからもう、あ、もう一回見たいっていうところがあって、やっぱり DVD を買ってくださった皆さんね、本当にありがとうございます。多分この作品はですね、一回見ても
あまりにも大きい声でギャグを叫びすぎてて何を言ってるか分かんないっていうところがたくさんあると思うんですよ。それはあの僕たちが滑舌が悪いとかそういうことじゃなくて、分かりにくいギャグとかね、あれ今なんでここでドンパチ今騒いじゃったのみたいなことね、そういうとこをテレビで分からなかったとこを DVD でもう一度見直してね、そこでもう一回コミックスを引っ張り出してこうチェックしながらね、あやはりこれはあれか、ジャンプでは許されてたけどテレビでは許されないギャグだったんだっていうところね、あったりなかったり、ね、その辺もねこうDVD ならではの楽しみだと思うんでね、あこれからも、ボボボボボボボよろしくお願いします。なんつって。